速稼塾の久保です。特別定額給付金の10万円、そして持続化給付金の100万円、200万円、こちらの方再給付がもう期待されてますよね。私の上げた前回までの動画でも非常に多くの方がね、要求するコメントを上げてくださいました。ぜひね、官邸の方に国民の声を届けていただきたいんですけども、この辺でですね、どのぐらいの政治家さんがね、この件に関して前向きな発信をしているのかをまとめましたので、動画を切り替えてね、ご覧ください。それでは切り替えます、どうぞ。はい、今後の給付金についてということで、政治家重要発言をまとめております。はい、今回ね、事業者さんには持続化給付金ということで、個人事業主100万、そして法人には200万、注目の国民全員の10万円ですけども、これ特別定額給付金というんですね。こちらの2つについて中心にお話していきます。はい、まずね、自民党若手議員さん、事業者向け持続化給付金に50兆円へということで書いてますけども、当時ね、 2.3 兆円の予算が計上されていたんですが、これに補正予算を経て現在 5.2 兆円というふうに、およそね、倍額に膨らんでますよね、倍以上に。で、これが5月1日の時点なんですけども、これを50兆円まで広げたらどうかということですよね。50兆円というと今の10倍ですね。要するにこれはね、 GDP が500兆円ぐらいと言われてますんで、そのうちの1割は真水を出していこうよと、直接現金を配っていこうよという話ですね。事業者さんにとってはかなりね、魅力的な話だと思います。次、プラスして同じ自民党若手議員さんは、一律10万円の特別定額給付金をあと2回実施するために26兆円計上しようというふうに言われてますよね。10万円をあと2回、こういうふうな前向きな意見が、現政権自民党から出てきているということですね。どうですか、期待できますか。次、国民民主党ですよね。第2次補正予算案の編成時の提言ですけども、これ5月27日になってますけどね、1人10万円の定額給付金、再編成に13兆円ということです。これ定額給付金というのは10万円を国民全員に配ると13兆円必要らしいですよね。で、さらにね、持続化給付金についてですけども、追加で46兆円出していこうということです。まあ、要するにね、これはどういうふうになってくるかというと、3つです。四半期ごとに支給しようということです。年内にあと3回持続化給付金を出していきましょうと。そして持続化給付金は法人に1000万、個人事業主に200万ということで、こういうふうな拡大してですね、出していこうということです。これだったらほとんどの事業者さん助かるんじゃないですかね。さらにね、去年と比べて売上の減少が 50% 以下になったところなんてことはね、本当に厳しいですよね。50% どころか 30% 削退減で会社は潰れますんでね。まあ、ですんで、この辺の事業者収入減少要件の緩和もしてもいいんではないかなってことです。確かにそうですよね。このまんまね、いろんな会社とか店が潰れちゃうと、今6万件ぐらい潰れてるんだと思いますけども、潰れちゃうと、あの V 字回復するために商品とかサービスを供給するところがなくなって、タクシーもやってないし、旅館もやってないし、飛行機も飛んでないしってことになったら、 V 字回復のしようがないですからね。ここは現金を配ることによって、雇用を守っていただいてね、事業の継続を、それこそ開店休業状態でも、会社が持つように、店が持つようにしておいてほしいっていうのは、多分ね、長い目で見ると将来世代にツケを残さない最善の方法だと思います。自民党9月27日、つい最近ですよ、雇用調整助成金、持続化給付金、家賃支援給付金の継続をしてくれと、第3次補正予算を菅内閣に依頼するということで、下村博文博文政調会長、政調会長っていうのは党の政策を決める最高機関ですから、かなり影響力の強い言葉だと思います。これ NHK の番組でこういうふうに言われてます。期待できると思いますよ。で、立憲民主党は個人的に期待できないんですけども、立憲民主党の中に好きな政治家さんは結構いらっしゃいます。泉健太政調会長ですね。これ自民党と同じように9月27日に消費税や所得税の減免、減税ということですね。そうしてくれたら私も助かります。消費税って赤字でも発生しますからね。で、現金の再給付ということで言及しております。で、菅総理なんですけども、これ何度もお伝えしましたけどもね、給付金のことでありますけども、必要であればしっかり対応したいと言われてます。で、この辺でね、動画スライドショー終わりますけども、で、菅総理がね、必要だったら対応するってことですけども、必要な声ってこういうふうに上がってきてるんですよ。で、あとはね、国民の声なんですよ。どう言いますかね、結局ね、
我々が声を上げないと誰も動けないんですよ、権力者は。だから我々が声を上げることと、声を上げるように呼びかけることで、私みたいな動画を撮れっていうわけではないんですけども、私の動画をね、いろんなところに知り合いに配ってほしいなと思います。まあそうでなくても、とにかく声を上げようよってことで、官邸にメールを送ったらどうかなと思うんですよ。官邸のメールアドレス紹介しますよ。はい、こちらです。よろしいですか。これね、動画概要欄にリンク貼っておきますんで、もうね、申し込んでください。テーマは10万円くれでも、100万円くれでもいいです。金を配れでもいいです。で、ご意見ご感想は、本当に困ってるんだと、あと10万あればどれだけ助かるかってことをね、切実にもう皆さんの気持ちで訴えてください。そして年齢、性別、住所ね、しっかりと書けるところは書いてですね、官邸の方に、あ、国民がこんなに求めてるんだってことをね、伝えていただければと思います。はい、では今回いかがだったでしょうか。ちょっとね、期待と希望が持てるんじゃないですかね。あと、この期待と希望を実現させるかどうかは、我々国民のこのメールバン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 送ることにかかってます。あとね、あんまりいないんですけども、私みたいにもうね、定額給付金要求していこうよ、もっともっと政府にお金出せって言っていこうよっていうふうに呼びかける人、これが増えるといいかなと思います。インターネットの苦手な方とか、こういうふうに私みたいに顔出ししたくない方はね、せめて近所の方とか、誰かね、知り合いに会った時雑談で、それから家族と話し合うとかでね、もっとお金あるといいよねとかね、これ配られたらどうするみたいなことでお話しされたらいいと思います。ただ私こういうふうに動画撮ってますけども、支給の追加が確定したわけでも何でもないですからね、これは概ね私の願望です。ですけども、皆さんの願望と組み合わさって、日本国民1億人の願望が1億人に達した時には、それは実現すると思うんですよ。いや、1億人に達しなくても、多くの方が賛同すればね、それは実現します。ただね、そんなことなるわけないよとかね、そんなことやっても無駄とか、バカなことやってんじゃねえよ、お前何も分かってねえなって人が国民の中からいる限り、この実現はないでしょうね。ということなんで、前向きな声だけをコメント欄に書いていくようにしてください。で、人を攻撃してもいいことはないですから、それよりも自分の内側をね、しっかりと見ていきたいと私は思うんですけども、いかがでしょうか。それでは皆さん、官邸にメールをどんどん送ってください。コメント欄に、書いてますんでね、官邸のメールアドレスよろしくお願いします。菅さん、追加経済対策についてどうお考えでしょうか。まずですね、まあ、政府としては、雇用はしっかり守っていく、それと同時に事業が継続できるような、そうしたことに全力で今取り組んでいます。そのために給付金、あるいは融資、これ無担保無利子の融資とかで、ここはしっかりつないでいきたいと思います。ただこれで収まらなければ、そこは徹底して、次の手というのは打っていきます。そして雇用とその事業が継続できるように、そこはまず政府として責任を持って行っていきたい、こう思います。それは給付金の追加ということもあり得ると。もちろん必要であれば、ここは政府としてはこのような状況ですから、しっかり対応していきたい、こう思っています。